さあ今回はね、宣材写真ね、宣伝材料写真ですね、はい、これを撮り直そうということで、でまあどういった方に撮っていただくのがいいかなということで、もうこの人しかいないんじゃないかということで、で記載小屋部先生です。どうも、誰が記載ですの？あなた篠山騎士に撮ってもらってるんですか？誰に発注してんすか？めっちゃ嫌やわ。最初なんか宣材写真撮ってみたいな軽い感じだったから、カメラで適当に撮って、でよかったら使ってください。ほんでもしこれあんまりやなと思ったらプロにお願いするもんやと思ってたら、YouTube ってなったら、いやもうこれ、いやこれだから全部これが使われるぐらい、ちょっとこれ無理です。これマジで、それ YouTube じゃない軽い感じでも結構ずっと考えてたんですよ。でその普通のいわゆる他の吉本芸人が撮ってるような明るいところでのはあるじゃないですか、はいはいはい、それやったらプロ撮ったらいいじゃないですか、はいはい、でジュニアさんの宣材写真が出てくる時どんな時なんかな、ほんなら誰か他の番組で喋ってる時にパッて出ることが一番多いですよ、ね、あ、なるほどね。あんまりその営業とかも行かれへんから、はいはいはい、ってなるとちょっと、いやなんでこれなってんのみたいなのがあってもいいんかなと。いや全然全然よ、もうそのこっちの主となるトーク邪魔するぐらいになってる、はい、ですよね。って言うかなとか、ジュニアさんだったらどういうの。でもそれ行き過ぎても、あともしも万が一俺がなんか犯罪を犯した時にもそれがあったよね。そうか、はい、そうですね。だからこうみんな知ってるから顔も、だからその別に出てくることも俺あんまないと思うんですよ、はあはあ、そのちょっとまあ、はあ、例えばドヒポンタとかやったらバンで出なあかんけど、はあ、この間ジュニアさんとねって言ってる誰かがトークで喋った時にここもう出てこないですよ、はい、だからいやいや、そんなことそんな出てくるよ。出てきます。出てくるけど、これはちょっと邪魔になるからって言って、あのハリツナオ先生が描いたイラストみたいになるぐらいの息切ってやつを撮ってほしい。あ、なるほど、わかりました。それやったらちょっとだいぶ気楽です。はい、ライカ Q2 ね、ああ、ジュニアさんとやらせてもらってる YouTube で買ったやつで、ああ、僕なりに一応、まあこれが一番いいんじゃないかというのが何個か用意してます。なんか最初夕日をバックにとかですね。はい。いや、あれなんですよ。なんか最初に設定された時間が昼の2時ぐらいだったんですよ。で、僕はまあカメラの雑誌をまあずっと読んでたもんからすると、あんまり太陽が上の時に外で撮るのは良くないんですよ。写真のセオリーとしては夕方ぐらい、日が傾いた時にちょっと柔らかくなるから、人撮る時はそれぐらいね、みたいなのを見てたんで。小屋部やってるね。小屋部でピザの名前記載の名前小屋部なんですか。小屋部ちゃうの、アラーキーみたいに。ああブーなんですよ。ああ小屋部、まあ、小屋部としては一応でもまあはい、一応考えてきましたので、あの100枚以内で終わらせます。ああ、はい、前1枚、はい、ジュニアさんに頼まれて、はい、一番嫌やった、はい、篠山紀信さん、はい、1枚シャッター押しただけで帰っていってすごかったっていうのを聞いてた。3枚、俺も3枚でいかなあかんのかってものすごいプレッシャーだった。まあ、ど素人なんで100枚、100枚。え、篠山紀信さんとってもらったことない？ないですよ、お会いしたこともないし、見たこともないです。ああそう。いやもうすごいですよ。すごいよ。あ、ほんまにすごいってこういうことなんや。俺はもう最初、一番最初、俺20歳ぐらいの雑誌の表紙、さあ篠山紀信さんスタジオで待って、時間になっても時間になっても来ない、うん、ほんで待たされることってあんまないやん、はい、普通カメラマンいてやるところに行くやん、はい、でこっちがカメラマン迎え入れんのに、うん、でバーッと降りてきて、若いアシスタントがセッティングした、やり直す、えまだこっから待たされんねん。全部バーッてやり直してOK っつって、パシャンパシャンパシャンって3枚取って、その保持、ネガをスーッと俺のテーブルにスーッて来て、かっこいいっていうのはこういうことを言うんじゃないかい、書いてみて。それが20歳の時。ほんで時を20年たち、40のライブやる時に、国技館の前で撮らせてくれって言って、はい、じゃあこちらが行くよ、せーのーって3回ジャンプして、だから俺今まで、篠山紀信さんに撮ってもらった 6回、うちの2枚が生きてる、それの2枚が使われてる。しかもあれジャンプしたことじゃないですか。ああジャンプ3回で撮るって、まあ素人からしてちょっと考えられないですね。
難しいっすやん。うん、そうそうそう。ほんでそれをきっかけにそっから俺2人で1時間センターマイクの前で、まあ言うとアドリブ漫才やってるわけ。篠山紀信さん、篠山紀信さん、俺こっちを喋りにその時の写真が出てみたいな。ジョン・レノンと小野陽子一緒に撮ってくれ言われて撮って、俺普通のカラーで撮ったつもりだったのにモノクロなってたんやって、その1週間後に射殺される。鶴っていう映画のポスターを撮るのに、鶴がいるところに吉永小百合を入れて込みに撮ってくれって言って、鶴なんてめちゃくちゃ敏感や、そんなとこで絶対逃げるに決まってるわな、女優ってすげえな、鶴になんだよ、鶴が逃げねえんだみたいな話を、いや写真だけやろってトークもうまいんかい、ね、いやもう早めに通ります、すいません。いやいや全然。じゃあこれ白シャツに着替えてくれって言われたから、はい、言いましたけど、一旦白シャツこれで、はずいわだからたまにあれ撮影誰々って出る場合もあるからね。あ、ありますね。うん、でも洗剤がこんな小屋になるって、いやでもこれで跳ねりゃ、うん、跳ねりゃいうことないけど、うん、跳ねたら、まあ、他のアーシャーお願いしますみたいなことあるかもよ。一回東京ナンバーワンソウルセットさんにお願いしてもらって、東京ナンバーワンソウルセットさんのアーシャは一応撮った、はい、撮ったことあります。でもいっぱい撮ったのにあんまりやったんですかね、なんかみんなの顔が影になって空になってですね、俺じゃなくてもええやみたいな、ちょっとおしゃれですよ。あの、いやいや、でも分からんね、それこそノーライフ、ノーミュージックとかさ、あ、タワレコ、タワレコとかプロはここだ、えぐい。もう消させてもらっていいですか、これ。はい。これありますか。はい、全然見えへん。これが噂の。はい。あの時買ったやつの、買い直した版。え？ここが金色になってるやつです。ちょっと赤、ちょっと。え？あの時、70万、80万。はい。で、あれは、ライカ Q2 って赤なんですよ。うんうん、ここが、うん、ライカっていうのは赤なんです、うん、これ金、黒に金なんですよ、うん、これダニエル・クレイグモデル言って、うん、あの007の、うん、俳優さんのモデル、うん、あの人ライカカメラ好き でそれとコラボしてた750台ですかね、世界確か、まあここ出てください。それをでもこんなん絶対買えないんですけど、うん、ロケ行った時に Q2 ねーみたいな、僕も買ったんですよ YouTube で高かったです、うん、まあ、ダニエル・クレイグモデルがほんま欲しかったですけどね、あんなもうなかなかないですもんね、昨日会いましたって、ってなって、うん、もうこれ運命やと思って下取り出してこれ買った。あ、じゃあ丸が手放したね。はい、これは、はい、なんか50台、じゃあそんなすごいやつで、はい、すいません、まあ、一旦の買い取り、あ、いいですね。どうちょっと言うてよ。もうこう柔らかいつ、はい、まあ、もっとこう、はい、なんかとか。ジュニアさんはお笑い界でこれから何を成し遂げたいと思ってますか。あ、いい質問。いや、それは本当に、より多くの人を、笑い。で、その笑わせたい方法でも、まあもうすぐ50になって60に向かうけども、やっぱちゃうなと。エッジ聞いとんな、いや若手とかなんか新しい才能出てきてるけど、あ、やっぱちゃうなみたいな感じで、お笑い人としても認められたりとか、お茶の間の人気者としていきたいとか言うと、ちょっとやっぱり、うん、お茶の間人気シフトしてるじゃないですか、うん、最近、うんうん、いやこれがまたこの本当まだ数日前の話ね、さかのぼること30年前、大阪みなみで、はい、我々二丁目劇場、はい、あなた方、梅田花月、うん、普段会わない、はい、藤本、ドヒポンタ、小籔が向こうから歩いてきた、はい、俺と小林と高橋が歩いてきた、はい、で、ああ、これはこれは、梅田花月の皆さん、お笑いストリートファイトでもやりましょうか、はい、って言った、はい。それが時を経て、30年後番組になった。はい、その番組の宣伝で、当時の梅田花月をやってた、支配人と二丁目劇場の支配人
これが同期でめちゃめちゃ仲悪かった、うん、だからここのメダカ鉄と二丁目劇場の芸人は絡めなかったという、はいはい、その二丁目劇場のボスが、うん、まあ、あの人がいなかったら今の俺はいないだろうというこのボスがほんま何十年かぶりにそのインタビューに今も吉本辞めてるけどその人が答えてくれたわけ、ほう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 、で、あの頃はっつって、でこういうことがあってそうやってバチバチやりやってたんや、で、今の千原ジュニアに言いたいことはありますかって言ったら、あの二十歳の時に、あそこの試合が言うんやね、二十歳の時にライブを俺がやらしたと、それを見た時にあいつは天才やと思った、そっからでも全然売れへんかった、でもいろんなことが、世間様にもこうタイミングとかいつもいろいろ努力したんだろう、こうあって、今こうちゃんとお茶の間に、皆さんに見ていただけるようになった、で、俺はもう一回あの二十歳の時のあの魂のソリッドな千原ジュニアを見たいって言われた、あ、確かになですよ、はい、僕もぶっちゃけ比企さんと同じ気持ちです、はい、はい、こっからの10年は多分とんがりまくる方がいいんじゃないかなと思ってたんです、ありがとうございます、なので、とんがり系先輩です、だからこれは50から60まで、はい、僕はこの方向性でいきますという石井法司、石井法司というようなものにさせてください、全然枯れないわ、何や天然素材みたいな顔してくる、これでいいんじゃないですか、どうですか、こんな吉本芸人おらんけど、こんな宣材してどうですか、はい、雑誌かもしれない、はい、これですか、絶対みちょぱあたりがちょっと待って、なんであれその展開も込みで表情どうしたんですか、いやもう今のです、もっとおもろいことがしたい、うん、俺なんでもっと思いつかへんで、うん、あいつら大笑いでだからしたい、うん、金とかいらんでみたいな、あと一回死にかけてるっていう時点でもうだいぶ写真としては良くなるんじゃないですか、英平凡物ではないわけですから、ね、人生はこれでええと思うんですけど、どうですか、もうやりすぎだな、カメラマンが良かったのもいいですよ、いいですよ、はい、正解出てるような気がするので、洗剤やのに上開いてるみたいな、うん、おしゃれですね、ライカがすごいな、ポスターかな、でもどっちかというと洗剤という、でも洗剤の概念なんて別にね、そうですね、うん、宣伝材料写真って俺初めて来るのに知ったけどそういうことですよね、ちょっとあの助手の先生おるんですよ、うん、助手の先生こんな影とか別に込みでもいいですかね、これない方がいいですか、やっぱ自然でいいんじゃないですか、ね、これ、ね、気持ち影をなくします、こうします、そうね、女子のレフボーイを用意させてください、レフボーイ何年やってるのかあとはこれ、奥さんに最後選んでほしいんですよ、この写真僕送るんで、奥さんがこれがいいみたいな、でもいいです、ね、ジュニアさんの生き方に関して一番物申しているのがあなたです、いやこれは本当に素材とカメラの力、一応スタジオ借りてるんでスタジオ行きますけど、もうほぼ心配なかったと僕は思います、なるほど、篠山基地に近づいたわ枚数少ないわ、はい、こちらスタジオの方に来させていただきまして、はい、ちゃんとしたところを、はい、素人にありがとうございます、いい、今までこんな宣材写真の芸人おらんかったやろっていうのも撮れてます、ほう、はい、で奥様も、納得していただけるようなものがあるんじゃないかなと思ってるんですけど、はあ、まああえてもう一回ちょっと僕もこういうところで撮らせてもらう機会ないので、なるほど、ちょっとジュニアさんの YouTube の
力を借りて、はい、こう借り切りとして撮らせていただきます。これでもマジでこれから小山さんお願いします。俺あると思うね。マジですか。いやでも僕はもうあの安請け合いしませんので小山としては、被写体と面談して気に入らへんかったら何ぼ金積まれてもこうしよう。うわトップブリーダーのやり口トップブリーダーそうなんです。犬渡さへんっていう。だからそうして面談したからね。そう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 、ちゃんとこう愛情を持ってやってくれるのか。そうそうそう。え、もし来ます、はい、オファーが来ます、はい、価格帯どんなもんですか。いや、相場どうなのか分かんないですけど、まあ、うん、2時間拘束で、どれぐらいの俺の売り値分からへんけど、これ半分吉本取られるんですよね。ああ、食じゃないですもん。これの時も、はい、そうか、そりゃそうか。まあ、相手によりますけど、まあ、例えば仲良し。まあ、そんなことないですけど、キャリーさんとかやったらもう0円で言いましたね。0円、はい、おで、バラエティでちょっと仕事したことある、はい、お世話になってる先輩、はい、竹山さん、おうおうおう、プライベートご一緒したことないですけど、本当に優しくしてたんです、はいはい、あの人のこと大好きです、はい、で、まあ、2時間、まあ、20ぐらいいただきました。20ね、あ竹山くんで20、はい、うん、でそれ以外の人はもうほんま100100、はい、全く仕事したことない、はい、し面識も、まあ、面識も知ってるけど、あどうもぐらいだったら100です。じゃあ異業種だ、歌手、先輩、はい、仕事は一緒にしたことない、さだまさしさん0円で行かせて0円。いや100円ここで名前出されて、いやさださん100ですねってそれ用意は、じゃあこっちは5年付き合って結婚するんです、ウェディングフォト、彼氏がどうしても小籔さんに撮ってもらいたい、私もファンです。一般の方で、僕面識ないんですよ。100です。100いいね。いや、これゼロ言ったらむちゃくちゃむちゃくちゃスケジュールになりますね。でもガードのためにでも100と言いながらも、もう基本的にやっぱもう知り合いじゃないとやらない。そうやな、はい、いや、その一般の方に会話出しよう。はい、それはちょっと、はい、あとあれもあるね、ジャケットとか、うん、CD とかレコードジャケットを撮ってくれよ。もういやーでもね、なかなかあの、まあ、ジュニアさんすごいこう言ってくれますけど、いやプロと僕の差、うん、ほんまこれぐらいなんですよ。まあそうか、写真ってこれ今日はもうライカで素材がいいし、うん、ジュニアさんだからまあ何度も成立してますけど、あの方々は金もらった状態でこの時間内にきっちり仕上げるのがミスられんっていうのでやってんの、えぐいと思うんですよ。プロカメラマンってほんまにすごいです。だ言えば僕もオシャ撮れるじゃないですか。オシって素人でも撮れるんですよ。絵って結構技術がないと描けないから、パッと見素人とプロの差ってガンってつくんですよ。だからプロに分かりやすいんですよ、うん、写真って一瞬何がすごいか分からないんですよ、一般の人が、うんうんうん、その中で差がつきにくいものの中で差つけてるっていうのがプロやっぱりエグいです。なるほどな。いや一番難しいんじゃないかなと思うんですよ。ドラムのプロもすごいですけど、うん、素人とプロの差って素人から見たらバンって差あるじゃないですか、うんうん、一瞬わかんないんですよ、うん、なんか僕らでもうわーって撮ってたら奇跡の一枚、うんうんうん、プロとあんま変わらんみたいな、うん、でもあの人は毎ショット同じ時間で制限された中でバチッと撮るっていうのがこれもプロカメラもすごい。そんでまたプロカメラのかわいそうなのが、街に一流の写真しか溢れてへんから。なるほど。素人はもうすごい最高潮の写真見すぎてて目が超えてるんですよ。だからそれと同じの出されてもおおとか分かんないんですよ。なるほど。いかに僕らは超一流のやつをずっと見てるか。めちゃめちゃ写真に対して飽食なんや我々は。そう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 。だからほんまにあの昔のおっさんのなんか新婚旅行の写真とかあるじゃないですか。おうおうおう、あれと街のポスター比べてくれと、うん、ああそうだよな全然ちゃうやろっていう。そうならへんもんな、うん、そうか、生活、普通の生活で目にするのがもう超一流の写真ばっかりなんや、はいはい、ほんまやわ。ほんまやファミレス行ってメニュー見たってあれすごいやろ。いや、そうですそうです。荒垣さんももともとは電気屋さんで冷蔵庫の写真を撮る仕事をされてたみたいですね。製品のカタログですよね。ああそうなんや。なので、その基礎が来たし、こう来てある方が、なので、本当に僕にそんなに言っていただくのもあれですけど、ジャケットなんて、これ、すみません、僕高いんですから。
腕の割に高いから。ああいうメニューとかの物取りのプロもまたいてあるし、いやもちろん。だからまああれやから、あの吉本の社員食堂のメニュー写真とか。それでもあれもね、普通に撮ってんちゃうんですよ。なんかこっちから光、こっちあれして影作ってこうみたいなのが、すごいセオリーがあって。本当にカメラマンさんっていうのは当たり前のように撮ってくれてますが、ほんまえぐいぐらい腕と知識と経験があられる方ばっかりです。なるほどな。それはちょっと確かに目から鱗です。普段生活してて、いかに超一流のものばっかりを見てるかって。はい、意外と写真以外はあんまないかもね、それって。そうですね。ご飯とかでも超一流ばっかりじゃないですもんね。そうそう。まあ言うとあれやけど、タクシー乗ったって、うん、いろんな運転手さんもいるし。はい、なあ、まあその中で僕をね、起用していただいて。あれですけど、まあ分からんよな今まで。だからもしかしたら俺の今回の新しいニュー宣材写真がピュアリッツァー賞を取る。戦争関係ある。戦争関係ある。あ、そう。恥ずかしいで受賞式行かれよ。吉本の本社で取った先輩芸人取っただけなんですよ。あ、そうか。どうですかインタビューでスピーチって言われても、いや何も喋ることないから。あ、そう。いや、まあでもね、本当にあの心も素晴らしい。分かりました。しゃがんでいただくパターン。はいはい。しゃがむ。すいません。これであのこういうあの吉住のパターン。吉住のパターン。吉住のパターンもあります。さっきのね、もうだいぶ絵の撮れてますよ。うん、パターンもあるっちゃあるし。うわー、すごいね。いや、このスタジオパワーですけども、すごいわ。まあ、じゃあちょっとお花2つ用意してもらっていいですか。でもすごいわ。あ、こっちもあるな、お花。意外とこっちの方がこう狂気を感じるかもしれない。はい、すごいわ。これ、花粉くらいだな。全然見えん。なんか花もあるかなと思っていろいろ調べてたら、百、うん、日草って言うんです。お、これ別名かっこジニアって書いてます。お、これはジュニアや。ジュニアや。あ、で、あ、そうや、やっぱ言うてもピンで通らせてもらってることとちょっと誠司さんに対して申し訳ないなって気持ちもある。誠治。いや、誠治。こっちが花言葉調べた絆やと。おう、まあ言うてる。おう、まあ、兄弟。兄弟のお話をよくされたり。はい、で、誠治の花言葉が、まあ、いくつだったんですか。家族愛だったんです。まあ、で、まあ言えば、トークとかで、おう、あいつ、誠治、家族愛やけど、不倫してるけどな。お土産もついてる。なでもなんかこれ、普通になんか、普通にめっちゃええやん。ね、なんなんやろ。これもまあ、なんかな。これ、いや、宣材写真の自由化が始まるかも。何でも自由化ね、分かるんですけど。じゃあ、ライト、すいません。こっち行きます。あの、はい、もやんだけで。あ、もやん。はい、じゃあこれ。はい、すいません。すごいね、でも。こんなんもあるじゃないですか。おう、ね、おう。これで、グラサン。ジュニアさんのプライベートグラサン。あ、いや、え、俺、プライベートって言ったんちゃう。あ、プライベート。いや、いや、小籔さん。はい、顔を売るための写真なんですか。はい、宣材写真の自由が始まってますんで。自由が過ぎるんじゃないですか。いや、わけわからないな。政治をいつも心にという。あ、で、グラ、誰やねん。なあ、なあ。
毎回グラサンなしでしょ。でも、ヒさんみたいな人おるってなんか嬉しいですね、うん、もうちょい言ってくれと、うん、言ってくれる人ってね、この年になったらなあ、こんなんめっちゃええやん。以上です。以上。はい。そんなんから、はい、これこうなったらマジで選ぶの大変な。そのまずどっちのパターンにするかがあるやん。はいはいはい。はい、本社か、うん、この花、花カラーか、はい、花白黒。はい。政治カラー。はい。政治白黒。はい。どうします？ごまだ。僕としてはやっぱり奥様が決めるのが一番。もしかしたらね、結構ぶっ飛んでるから、うん、うちの奥さん、うん、6パターン目の花グラさんを選ぶから。それやったらそれで千原家はそっちで行くって言う。白のやつは何かの時にお使いになるというか、まあイベントなのか、本社白花白座って、これはやっぱ余白もあってた赤字での町原ジュニア5くらい、うん、分かんない、まあ、それか最後にポンって YouTube の最後にいつも毎回出るかなあるチャンネル登録これ使っていただくでも何でも、うん、ワイプで一瞬出てきて、そのあちらの番組のこと考えても、うん、先祖やっぱこっち方向かなと思うんですけどね。なるほど、うんうん、今って俺の携帯に送れる、はい、すぐ送れる、はい、何パターンかを本人が奥さんに送ってみるっていうパターンもある。一応色のパターン送らせます。がまずここでちょっとカル投票してみる。ああそうです ね、 いいですね、皆さん、うん、気にせず皆さんがいいなと思った1枚ですね。今何枚まで絞ったんですか。18枚です。18枚あれ、多分奥さんやったら多分リーチってすぐ浮かぶと思います。いやこれなんかええー、な、でも照明ってすごいね。じゃあジュニアさん最後にしてもらいましょうか、言うのね、はい、18枚の中の番号ってことね。じゃあはいはいはい、これ難しいね。スタッフ決まりました。決まった、すごいな。じゃあちょっと再任入ったうちの女性マネージャーが、はい、座りカラーバナ、それええよな、それええよな、確かに。じゃあうちのもう一人のマネージャー、白黒、それでもええねん。ああそうなの。うん、これはいい。じゃあうちの最近入った、はい、新入社員、はい、荒川ちゃん、あそれな、画面見せて、それな、うん、ちょっと横空いてるやつ、はい、そして、はい、うちの三好ちゃん、こちらです。ああれ、じゃあ一緒やん、一緒やんな、これ系統一緒やな。ああ、なるほどな。ガールはどこの人です。スタイリストさん。あ、スタイリストさん、はい、はい、ああ、じゃあ美術系お願いします。ああカラー政治、カラー政治いいよね。ジニアももういいけど、カラー政治もいいな。あるんですよ、うん。あ、先生、先生、先生はもう吉本の 98% の潜在取ってくれた。僕も1年目2年目のぐらいの時ですかね、銀座7丁目でお会いしたのはね、本当にトラの、あ、あんならもう1年目2年目で、はい、先生、先生これ、あ、うつむき、ちょっと目線が外れてる。なるほど、どうですか。僕はちょっと上、あのトリミングしました。ちょっとだけ減らしましたけど、やっぱこれ土正面上焼き
土正面上焼き、はい、ここにも影があるこれはちょっともう綺麗に影があるから、うん、もう一人のまあジュニアを背負っているのもあれわかんないですけど、ちょっと影がある。そしてやっぱ言うてもバーンってここに出た時に斜めよりこれぐらいの方が分かるんちゃうかなと思って、あれば、うん、これはなるほど。まあ、今現状ジュニアさん、これはねちょっと待って、ね、これはちなみに僕ら3人一緒でした。えっ、ああどれと白黒、ああ両手に持ってるやつ、それだ。男割とそれやな確かに確かに、5人それやもん。俺もこれがいいかなと。でも、はい、うちの奥さんは、うん、小籔と一緒。あら全く一緒やった全く一緒、これにさせてくださいじゃあもうこれや取った人間と奥様ということで、すごいな。いやいや、その小籔とうちの奥さんが一緒っていうのがもうすごいよ、うんうん、まあ言うてもやっぱこの中で一番見てる人ですよね、うん、この中で言えば、うん、で奥さんと一緒っていうのはやっぱり僕もちょっと嬉しいというか、うん、いやすごいわ、決まりました。じゃあそれにしよう。ありがとうございます、ね、ありがとうございます、いや、よかったです。奥様と一緒で、なんかだいぶこう、心がスッとしました。確かに、でももったいないけどな、あれな。うん、僕はね、何かで使いたい。何かで使いたいですね。何かで使おう、うん、はい。ちょっと確かに、洗剤はうーんとなりすぎの、あと、家感がすごい。あ、家感がまだ使ってない。いや、すいません、本当に。ありがとうございます。よかったです。奥様に選んでいただいたのがよかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。